どうもこんにちは。皆さんですね、キャンプ用品だったりアウトドア用品だったりバーベキュー用品だったりいろんなものを持ってらっしゃると思うんですが、どんどんとねそのものが増えていったりとか、新しいものを買い替えたいというふうに思っている方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ただですね、新しく買おうと思っても、例えば奥さんとかにもう持ってるじゃないと、これ持ってるんだからもうこれ使ったらいいじゃないと言われたりとかする時もあると思うんですけども、そういう時にですねもう持っているものを売ってしまうという手段もあるんじゃないかなと思います。今回はですねアウトドア用品を専門に買い取りをされている、マウンテンシティさんというところからですねお声掛けをいただきまして、今この動画を撮ってます。今ね季節は真夏なんですけども、マウンテンシティさんではですね、冬用商品の買い取りを強化されているということです。今夏ですからね、なかなかキャンプする気にもならなかったりする人もたくさんいるとは思うんですけども、これからのね冬に向けてもうすでにですね使わなくなったもの、そういったものを買い取っていただいて、新しいものを買うというのも選択の一つじゃないかなと思います。ということでですね、ちょっと説明が長くなってしまってもあれなんで、まず最初にですね登山用品ってね僕全然知らないんですけども、後輩でですね極上兄さんという登山系 YouTuber がいまして、その彼とですね話をしながらちょっと査定をしてもらいました。はい、じゃあここからはですね、登山系 YouTuber ということでこの方を呼んでます。極上兄さんです。どうも極上兄さんです。お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね今回この動画を撮ってるのはアウトドア用品の買い取り専門店っていうところで、はい、マウンテンシティさんと、はいはいはい、いうところがあってですね、はい、で知ってます、はい、あ知ってる？ブックオフみたいなことですよね。山道具屋さんの買い取り、そうアウトドア用品ばっかりの買い取りをやって、はいはい、キャンプ用品に関しては、まあちょっと知識があるんだけども、はい、登山用品ってものはそもそも持ってなくて、はいはいはい、で極上兄さんになんかこう話が聞ければなと思って。なるほどですね。マウンテンシティさんっていうところは、実際に物を送って査定してもらうっていうのと、出張して査定してもらうっていう。あ、来てくれるんですか？来てくれるのもあるんだって。ほう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 。ただ、店舗が埼玉と福岡にあって、俺みたいに山口県に住んでるとそこ行けないじゃん。なるほど。っていう人は、LINE 査定っていうのがあってですね。はい。LINE で商品の写真とかを送って査定してもらうっていう。はい、大体この商品であればいくらからいくらまでの間で買い取りがおそらくできますよっていう、で見積もりを出してもらった上で、はい、まあ、それに納得できれば1回送って実際商品をね、はいはい、で、そこで本査定をしてもらうっていうような。なるほどですね。そういう形になってるそうで、はいはい、なんでこれ極上兄さんに声をかけたかというと、はい、キャンプ用品持ってるんだけど一流メーカーって言ったらいいのかな、その有名どころのメーカーのものっていうのは持ってなくてほとんど、はいはいはい、で、まあ、そういうものでも査定できますかっていう話を聞いてみたら、まあ、査定したとしても値段がつかないことが多いですって話で。なるほどですね。まあ、確かにキャンプだとやっぱりスノーピークとか、そうだね、ロゴスとかなんか有名どころがあるじゃん、はいはい、でそこで極上兄さんであれば、まあ、登山系っていうことで、うん、ちゃんとしたものって言ったら自分が持ってるものがあったんだけど、ね、一流ものというか、はいはい、間違いのないものを持ってるんじゃないかなと思って。僕はやっぱりブランドものしか信じないんで。お金に物言わして。お金に物言わせ。いやいやいや、お金ないですよ。そうそう。でもまあ、はい、そういうところありますから。なので、ただやっぱり、うん、不安なのが、その、本当に査定がつくのかなっていうのはありますよね。なるほどね。これがね、やっぱりLINE 査定のいいところだと思うんだけど、まあ、購入した大体の月日とか、まあ、傷がありますよ、ありませんよとか、あと実際の商品の型番とか、はい、まあ、そういうのを送ると査定してくれるじゃん、LINE で。はい。だから、実際に商品を送って査定してもらっちゃうと、断りづらいっていうのがありますよ、やっぱり。そうそう、断りづらくなっちゃうから、そういう意味ではね、LINE で査定をしてくれるっていうのはいいのかなと思って。そうですね、確かに。この値段からこの値段の間ですよって。そう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 。大体自分の中で決められますもんね。そうそう。まあ、例えば1000円ですって言われると、LINE だったらまだ断れるじゃん、すぐ。はい、そうですね。うん、その辺は良さかなと思います。せっかくなので、マウンテンシティさん、今まで営業してこられた中でですね、変な査定品とかなかったですかみたいな話を聞いてみました。そしたらですね、かなりいろんなことが出てきたんですけども、この中でね、3つほど面白い査定品をご紹介したいなと思います。まず1つ目。臭いテント。今はもうないらしいんですけども、昔ね、モスというテントメーカーがあったそうです。
そこのテントはいわゆるモス臭という独特な匂いを発するそうなんですが、まあ、これがですね持ち込みで査定があったもんだから、実際にですね室内で組み立ててみたそうなんですけども、めちゃめちゃ臭かったと。例えるなら家系ラーメン屋のダクトの匂いですと書いてあるんですが、ちょっとねこれ想像がつかないんですけども、店の中がその匂いで汚染されてしまいましたと、ということがまずあったそうです。この匂うテントっていうのがねちょっと想像がつかないんですが、まあそういうものもあるんでしょうねきっと。続きましては30年前のランタン、赤ランタンだったそうなんですけども、使用品であるにもかかわらずですね傷や塗装の剥がれが一切なく新品同様のものでしたと。ガソリンランタンの中でも赤ランタンっていうのがかなりやっぱり人気があるそうで、30年前のものをね綺麗な状態で保持している方っていうのはまあいないと。なので、これはねかなり高額の査定になったそうです。そして続いては古いピッケル、これはですね、仙台山内作のピッケルとありまして、ちょっと調べてみるとですね大正時代からですね昭和中期ぐらいにかけて、ピッケルを作られてた方なんだそうですけども、調べたら1800何本ぐらいしかこの方はピッケルを作られてないそうです。なので、古いピッケルなんですがこれ1本で50万円以上の値段がつきましたと。いやこれ結構ね夢がありますよね。もしかするとあなたの家の中に眠ってるアウトドア用品の中にもこういった高額の商品が眠ってるかもしれません。そして最後にですね番外編みたいな感じなんですけども、自作の机とラック、こちらはですねさすがに買い取りできなかったそうなんですけども、しっかりした作りで個人的には欲しかったですということで、僕もね結構自作のものが多いんで、最初ちょっと考えたんですがやっぱりですね買い取りは難しいということだそうです。じゃああれですか、物ありますよ、バンバン出していいんですかね。じゃあちょっと見せていただいてもいいでしょうか。はい、いらないものでいいんですよね。いらないものあくまでね。いきますよ、じゃあこれもいらないんで早速。ブランド名がですね、はい、イスカ。イスカ、全くわからない。わからないですか、イスカ。これは登山系では有名な、はい。登山系では有名です。ちょっと見えるかな。ああ、見えます見えます。これがテントをまず立てるじゃないですか。うん。でテントの中に入れるマットですね。はい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 。開けるとスポンジがこのゆっくり膨らんできて、あの自動膨張式だ。いわゆるそのテントの下がゴツゴツしてても快適に寝れますよっていう。なるほど。まあ売り文句で買ったんですけども、はい、まずねあのこれが夏用なんですよ、春夏用。なるほど。キャンプだったら使えると思うんですけども、うん、山って結局春夏でもそのテント場標高高いんで寒いんですよめちゃくちゃ。なあ、そっかそっか。一番問題なのは、うん、膨らませるやつって、うん、もし穴が開いてしまって膨らまないでそのぺっちゃりの状態になってしまったらもう寝れないんですよ寒くて。その底冷えが一番じゃないですかテントの。はい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 。なんで結局心配で使えないですし。あ、え、じゃあそれほぼ使ってないってこと？一回しか使ってないです。一回使ってもう二度とこれ使わないぞって言って、ちょっと待ってくださいね。こういうタイプに変えちゃったんですよ結局は。あ、はいはい、あのそれキャンプとかでもよくあるやつだ。あります。結局穴が開くこともなく、なく、うん、軽くて、はい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 、これも断熱のこのあったかく寝れちゃうよっていう。なるほど。このイスカというメーカー自体が今もあるのかも分かんないぐらい前に買ってますけど、イスカのピークライトマットレスという商品でした。今のはピークライトマットです。はい、ありがとうございます。さあ次いきます。じゃあ、はい、これはね、これはひどかった。これはひどいんだけどもね、一流メーカーいきますよ。はい、プリムス。あ、プリムスっていいじゃん。プリムスのシングルバーナーなんですよ。シングルバーナー、はいはいはい。シングルバーナーなんですけども、うん、これはね、なかなかの名作でして、スパイダーなんとかってやつなんですよ。ちょっとわかるかな。これにあのガス管つなぎますよね、こっちで。はいはいはい。で、つないで、鍋を乗っけて使うというやつなんですけども、これがね、明らかに設計ミスで、これ実践で使ってみたんですけども、はい、なんかね、このね、バランスが悪くて、この、うん、つまりこの五徳が不安定なんですよ。それはなんかロックがかかるとかじゃなく、じゃないんですよ。ロックは特にかかんないんだけども、でこれ何がすごいって、うん、これが販売されて、すぐこれの改良版が発売されたんですよね。これは初期のですね、作りが悪いやつを買ってしまったっていう、これは多分売ってないと思いますね。その改良版しかもう売ってないと思うんで。なるほど。
プリムスのシングルバーナー、スパイダーなんとかっていう名前だったと思います。へえ。次いきますか。次いっちゃいましょう。じゃあ、これはでも回答ってくんないだろうな。これはきついと思いますよ。ザック。あ、ザック。でもね、はい、あのホームページ見たら、ザックの回答でもやってるみたいだよ。本当ですか？うん。綺麗とは言い難いと思います。これで山は5、60登ったザックです。いきます。ノースフェイスのテルス。ノースフェイスですね。ああ、はい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 。まあ、これはあの登山を始めるとき最初に買ったザックなんですよ。だからできたらその思い出の分も上乗せして書いてみたいなことですね。あのね、ちなみにね、今回この動画を見た人、この動画を見た人は、査定するときに、かの力っていう名前を出してくれたら、はい。20% アップになります。え？マジですか？査定額が。ならかなりの激アツじゃないですか、それ。1万円だったとしたら、1万2000円だからね。すごいな、それはすごいですね。ということで、はい、さっきのザックももしかしたらその思い出価格じゃないけど、新しい思い出を作るためにかの力という名前を出してもらえれば、20% アップということで。ありがたいですね。で、まだまだいきましょうか。あ、これはね、珍しいですよ。はい。クレイジークリーク。何それ？これ、キャンパーの方も結構知ってるんじゃないかなと思うんですけども。ほうほう。非常にこれコンパクトになってるじゃないですか。これ実は椅子なんですよ、椅子。ほどいてみましたよ。はい。あ、わかった。見たことある、そのタイプ。このですね、地べたに座って、座椅子見たくなる。背もたれがあるやつね。これはですね、テント場でこれで使ってくつろごうかなと思ったんですけども、うん、まあ、いかんせんこれ自体がかさばるんじゃないですか。あ、まあ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 、そうだね。なんで、まあ持ってってないってことですよね。買ってからほぼ使ってないと。ほぼ使ってないです、これも。なるほど。ただそれがほぼ新品状態でそこにあると。はい、そうですね。こういうのをやっぱり山やってる人とかだったら山ほど出てくると思いますよ。キャンプとかやる人もやっぱりその、はい、買ったけど使わないものってのは絶対出てきて。はい、そうですよね。まあ飽きちゃったっつったらあれだけど、新しいものがだんだん欲しくなってくるじゃん。はいはい。そっか、山もやっぱり同じ感じなんだね。同じですよ。やっぱり買っても使わないで思い出したんですけども、うん、うちの極上姉さんっていうのがいるんですよ。まあ、うちのかみさんがいるんですけども、かみさんがね、何でも買っちゃうんですよ。何でも買っちゃって、全部使わないんですよ。普通逆だけどね。わけが分かんなくなっちゃってるんですよ。もう持ってるのが、もう、簡単に言うと、漫画の最新刊の13巻2回買っちゃうみたいなのあるじゃないですか。忘れてまた買っちゃうみたいな。あんなんでね、いっぱいあるんですよ。ちょっと、だから結局、新品なんで全部。まだ開けてもいない。開けてもいないね。ドイターっていうところの、これ、ザックじゃないですか。はいはいはい。50×10 なんで、50リッターから60リッター選べるっていう形のですね、かなり本格的なザック。ああ、本当だ。はい。で、これあるのに、60リッターのグレゴリーの違うのをまた買っちゃって、でこれ持ってたの忘れてたって、結局そっちを使っちゃうんですよ。これもね、30の、これも新品まだ。開けてもいないで、これも全く使ってないやつで、それも一回も使ってないやつ、一回も使ってないですもったいなさすぎるだろう。動画を撮るにあたって、さっきのね、プリムスのバーナーみたいな、はい、ああいうものが何個か出てくるかなぐらいにしか思ってなかったから、はい、あ、はいはいはい、あの新品で被って買ったから使ってませんっていうのが出てくると思わなかった単行本と一緒ですよ、新作の単行本。はい、マジですげえな。まあ言ったらいらないもの、もう全くいらないもんですよ。全くいらないどころか気づいてない可能性ありますあ、買ったことに、持ってることに。はい、すごいね。あ、でもそういう人こそやっぱり家に眠っとくよりかは現金化した方がいいかもねそうです、そうです。次にもまだ他にも何かいいものがありそう。あります、あります。ありますし、これ、5時間ぐらいずっと出し続けることできちゃうんで、まあ。どうしよう。じゃあ、この辺にしとこうか。次ぐらいでラストにしときます。次ぐらいでラストにしときましょうか。はい、ラストにしときましょうか。とっておきのやつを。こういうパターンを見てみたかったって、査定がつくのか聞いてみたかったっていうのがあるんですよ。あ、はいはいはい。いいですか。寝袋。あ、寝袋。寝袋はやっぱ人が寝てたもの。はい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 。
モンベルの、しかもその一番いい、あのダウン、ウルトラダウンハガーっていう、シャープ3、ダウンがへたらないように、大きな麻袋に入れてたんですけども、はいはいはい。これぐらいもう本当超小さく収まります。あの、これに収まります。え、そんなちっちゃいの？ただこういう寝袋って、結局人が寝てたっていうイメージがあって、どうしても寝袋自体がどうなのかなっていうのは気になるところではありますね。ちなみに汚れとかはある？汚れとかはないと思います。ただ、10回ぐらい。寝て、はい、寝たよっていう感じですね。なるほど。多分、クリーニングみたいなのあると思うんですよ。なんか、クリーニング屋さんがおそらくあるよね、寝袋の。そういうところに出してから、もしかしたらそのマンテシティさん側も販売してるのかもしれないです。ああ。クリーニング代をさっ引いた査定額っていう感じに。そうですね。だったりするのかね。で、クリーニングをさっ引かれても、最後に、魔法の言葉の可能力って言ったら 20% ドーンと上がるわけですもんね。そういうことです。そういうことですよね。今回はあの8月中はね、8月中ですね、2020年の8月中は、そういうふうにしてもらえると。なるほど。いうふうに話ができてますんで、ありがたい。ちなみに寝袋もやっぱりその買い取りできるもののリストに、ね、入ってるよ。入ってますか。入ってた。わあ、じゃあ値段つくんですね。あ、そっか、山道具ばっかりに気を取られてましたけど、うん、普通にそのダウンジャケットとか服も OK なんですよね。買い取り多分やってるんですよね。あるある、アウタージャケットあるね。ウエストポーチからやっぱりゴーグルとか靴だったり。あ、本当ですか。うん、何でも買い取ってくれるんだね。水筒もあればっていう感じで。あ、はあはあはあ、そっち系もです ね。そうそう、だから多分登山に関わるもの、キャンプに関わるものはほぼ全て。うん、なるほど。初めてなんでこういう査定に出すっていうのが。ああ、なるほどね。じゃあ、うん、僕がやることは、まあ綺麗に写真を撮って、うん、で送ればいいってことですね、シーマンさんに。そう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 。で、まあ、その時にもしまあ物がちょっと汚れてるようだと、ちょっと綺麗にしてもらえると、もしかしたら査定が上がるかもしれないっていう。わ、はい、かりました。じゃあ、今から送りつけます。よろしくお願いします。はい、それではですね、2日か3日ぐらい経って査定結果が出ました。お久しぶりです。お久しぶりです。待ってましたよ。待ってました。出たんですね、ついに。出ましたよ。どうせ二足三文なんだろうな。期待はね、してないですよ、正直言うと。期待はしてないですよ。なるほど。はい、その辺のね、説明もしながらちょっと。あ、わかりました。あの、できたらいいなと。楽しみにしてました。はい。一番最初は、はい、プリムス。あ、プリムス、はいはい、スパイダーストーブ。プリムスエクプレススパイダーストーブ。プレス、はいはい。スパイダーストーブか。スパイダーストーブ、はいはいはい。全然言えてなかったですけどね、今。こちらがですね、はい、1500円から2000円。あ、でも、あ、全然いいです。あ、いい？あ、全然いいです。あ、だって、そもそもが買ったのが5、6000じゃないですかね。でしかもさらになんかポイントとかついて、ほら今何曜日に買うとポイントがつくとか、そういうのをフルに活用したんで、はい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 、なるほど。マジっすか。で、あのね、これから言う値段は、はい、全てあくまで LINE 査定だから、はいはいはい、実際に物を送ると高くなる可能性もある。なるほどですね。もちろん、ね、嘘をついてたら低くなる可能性もあるってことですよね。そう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 、はい、ただ、はい、極上兄さんの場合は、はい、まあ、言ったらほぼ新品のものばっかりだったじゃん。はい、だからこれから上がる可能性もあるかもしれないっていうところで。おー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 おお、すごい。1500円から2000円。はい、これは満足でした。これはすごい。よかった。これはすごいわ。ということで次はクレイジークリークの椅子。はいはい、座椅子ですね。座椅子です。はい、これが1000円から1500円。おお、これはね、意外でしたね。もうちょっとつくと思ってました。あ、なるほどね。じゃあ次行きましょう。はい、ノースフェイスのザック、はい、テルス30。これはもう、これはもうひどいと思いますよ。これはもう僕は本当ひどいと思います。100円から500円。これが、はい、1000円から2000円。おおおおおお、なんかリアクション取りづらいな、でも。これもちょっと意外な結果というか、なんかそんな感じがするよね。なんか俺ももっと低いかなと思ってたから。これは低いと思ってました、うん、だってやっぱりそのギア関係はなんか高く買い取ってくれそうな気がするんですけども、まあ安くなると思ってましたけど、まあまあ意外でしたね。なるほど。
さあ、どんどん行きましょうかね。はい、次が、イスカの、ヒークライトマットレス165センチ。はい、予想させてください。はい。2500円から3000円。正解は、はい。1000円から1500円。極上兄さん自体が、あの、春夏用なんで使えないんですよねって言ってたじゃん。はい。はい、これ需要がないってことですね。の可能性があるんじゃないかなと。なるほど。思います。次が、モンベルの、ウルトラライトスパイラルダウンハガーナンバー3。あ、これはね、予想します。これは高いです。これは3000円から5000円だと思います。惜しい。4000円から6000円。おお、やっぱそうですよね。いや、これは人気だと思うんですよ。一番売れると思ったんですけど、いや、これは高いですね。あ、相当高いですよ。いやいやいや、ありがたい。次が、はい、ドイターのフューチュラー30リットル SF。はい、あ、来ました、来ました。あの、新品の、まだ袋からも出してないやつですね。出してない。はい。これが、2500円。おお、これはダメだ。で、マジっすか。もう一個、はい、ドイターのエアコンダクト50プラス10リットル、はいはい、SL、はい、これも新品未使用、袋から出してません。これが、はい、3000円。おお、これはちょっとダメですね。で、これダメ、あ、ダメというのは、はい、ちょっと売れないなっていう。ここをちょっと説明させてほしいのが、一応ね、俺も聞きました、はい、あの、これ新品未使用なんですけどと。はいはい、あの、こんなに安いのみたいな感じで。そうですよね。そう。で、はい、あの、一応、まあ、極上兄さんにも高く売ってほしいというのがあったから、売るんだったらね。はい。で、一応聞いてみました。で、そしたら、その査定をした方から、あの、その専門の方からね、はい、あの、返事が来ましてですね、はい、ちょっと読みますよ。はい、フューチュラに関してですが、はい、販売者、要は店だよね。はい。それによって、アウトドア用品店で販売している価格よりも、安価に新品を手に入れることができたりするのがまず一つの理由と。なるほど。はい。で、それと、はい、それに伴ってその中古相場を元に査定をすると、どうしても低くなってしまうと。なるほどですね。要はその、3万円で新品を売ってるところもあれば、安売りで、まあ、例えば1万6000円ぐらいで売ってるところもあったりすると。はい。はい。はい、なんで、それとかを考えると、やっぱりどうしても低くなってしまうっていうのと、はい。例えば50リットルプラス10リットルって結構でっかい、あの、立派なやつだったじゃん。テント泊とかのやつですね。そうそう。で、これに関しては、はい、テントやシュラフの小型化、軽量化などにより、50リットル以上の大型ザック自体の需要が大きく関わってきていますと。おぉ、他メーカーの品など、まあ、例えばモンベルのものだったら違うとか、なんかあったりするのかもしれないけど、このメーカーだったりとか、このモデルだったりとかっていうものによって、はい、人気の差があるもんだから、一概にそうとは言い切れないけど、どうしても金額がつけづらいという状況がありますと。なるほど。いうことらしいです。なるほどですね。ただ、一個いい情報がありまして。はい、はい、お願いします。新品未使用品ということもあるので、はい。これはどうしても実際に見て本査定でないとわかんないと。ああ、なるほどね。本当は実際使ってるんじゃないかの可能性もありますからね。そう。それがあるから、はい、実際に見て本査定で額が上がることもありますと。ただ、どうしてもその、上がったとしてもこれぐらいの査定額になるんじゃないかっていうので予想してもらったのが、はい、まずフューチュラが4000円、はい、ほう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 。でエアコンタクト50リットル、はいはい、これが5000円ぐらいだろうと。おお、はいはい、いう感じで、まあこれあくまでその LINE のなんて言うんだろうな、仮査定みたいなもんだから上下が出てきちゃうっていうのはしょうがないんだけど、まあ大体それぐらいじゃないかなっていう。はいはいはい。あ、でも一個一個の金額聞いてたら確かに1000円とか1500円とかばっかりでしたけど、うん、もし LINE の上位の方で全部買い取ってもらうことができたら、うん、2万円近くになるってことですよね。この前のガラクタで。2万円近くになるね、これで。なりますよね。なるなるなる。あ、そう考えるとすごいですね。そうだね。まあ、その家で眠ってるものを現金化するというかね。そうですよね。使ってないもんですからね。そうそう。で、また使わないザック買ったらいいんじゃない？で、また安く売ってって。安く売って。どん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 お金がなくなってそう。で、あとね、以上、これも聞いてみたこととして、はい、やっぱりそのザックっていうもの自体が消耗品っていう認識がやっぱ強いんだって。はい。あの、ザックとシューズに関しては、まあ、人気はあるんだけども、消耗品っていう認識が強いから、はい、新品から中古品になった時のこの価格の落差っていうのがかなりでかいと。なるほど。
いうことがあるみたい。僕なんかキャンプのことは素人ですけど、うん、色褪せないもの、年月が経っても色褪せない、例えば毎年そのランタンとか出してるじゃないですか、はい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 、はい、あの何年モデルとか、はいはいはい、ああいうものが多分高いんでしょうね。多分ね、そういうやつってね、おそらくコレクターの人とかいるじゃん。はい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 、あのこの何年モデルが欲しいんだっていう人もおそらくいるから、そういうものはやっぱり高いんだろうなと思う。あともう一個聞いてみたのが、買取価格が高い登山系のジャンルっていうのは何なんだろうっていうのを聞いてみて。ああ、それ知りたい。はい、ね、それ知りたいです。はい、まず一つはやっぱり需要が高いものっていうのが大前提であって、はい、買った人が使う頻度が多いもの、求められてるものがあの高く売れると。はい、でもう一つは、やっぱり状態がいいものが一番いいですっていう。買取価格が高いジャンルとしては、まず一つにテント、はい、おお、なるほど。人気のあるブランドとしてはスノーピークだったりモンベルだったり、アライテント。はい、アライテント、僕が使ってるのはアライテントです。あ、その辺は、はい、買取価格が高いジャンルでありますと。おお、なるほど。今ちょっとテント新調したかったんで、アライテント見てもらえばよかったな。やっぱりテントとかって新品で買うと高額じゃないですか。高い、うん。登山用品だと特にあの一人用の、本当一人しか入れないギリギリのやつでもやっぱり 4,5 万するんで、そうなるとやっぱり新品だとなかなか手が届かないから、中古で安いのないかなって探す人も多いと思うんで。ああ、そうだね。やっぱりテントは確かに需要があるかもしれないですね。ああ、いいですね。使わないものがお金になるというのはいいですよね。そうだね。家にあってどんどん古くなっていくと、どんどん多分買い取りでも安くなっていくから。あ、そっか。そうそう、早く決断した方がいいわけですね。例えばその何年モデルっていうものがあったりとかすると、その何年モデルが欲しい人って絶対いるだろうから、はい、それも置いとけば置いとくほど多分価値って出るじゃん。はい、ただそうでないものはおそらくさっき言ったように、その2万円ぐらいになるんだったらもう売っちゃおうとかっていう方がもしかしたらいいのかもね。なるほどですね。うん、はいはい。マウンテンシティさんは店舗も構えてるんですよね、もちろん。店舗はね、埼玉に2つと福岡に1つ、はい、店舗でしかあの買い求めすることはできないってことですね。そう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 。あ、なるほど。ちょっとそのいろんなの扱ってるんで楽しそうなんで、ちょっと見に行ってみますわ、コロナが収まってみたら。あ、そうだね、コロナが、うん、今は東京都出れないんで、ちょっとまあこれがあの収まったら行ってみますよ。収まったら、そうそう、ぜひぜひ。いや、しかし本当にね、結構なものを出してもらったから、結構査定の勉強になったというか。ああ、本当ですか。なんか、あの、見てる人も多分いいサンプルになったんじゃないかなと思います。はい、はい。はい。ということで、極上兄さんの査定はいかがでしたでしょうか。登山系ということでですね、初めて見るものもたくさんあったんですけども、極上兄さんのですね、チャンネル URL も概要欄の方に貼っておきますので、ぜひ見てみてください。それとですね、キャンプ系ということで、僕もね、ちょっと用意しました。用意したというか、これしかね、査定に出せるようなものがなかったです。っていうのも、どうしてもですね、僕安いものとかメーカーものじゃないものばっかり買ってしまうんで、いわゆるメーカーものはテントしかなくてですね、こちらですね、こちらのケシュアの 4.2、ケシュアの 4.2 を査定に出してみようと思います。それと同時にですね、ツイッターの方でちょっと声をかけさせていただきまして、以前ね、キャンプ場でお会いしたりもした、ユッキーさん、ユッキーさんと、おじキャンでおなじみのですね、サタさんにも協力をいただきまして、まあ、自分が持っているものが査定したらどれぐらいになるんだろうというのをやってみました。まず最初にですね、ユッキーさんからの一品で、こちらがスノーピークのアメニティドーム M、 こちらもかなり人気のあるテントだと思いますが、査定結果はどうなったでしょうか。こちらの査定結果は5000円から8000円という結果になりました。続いて第2品目として、バンドックのソロベース、こちらもよく見ますよね。こちらも人気のテントだと思いますが、査定結果は5000円から7000円という結果が出ました。そして次にですね、僕が出したケシュアの 4.2、使ってる人あんまりいないと思うんですけどね、その結果は2000円から4000円。まあ、もともとね、2万円以下のテントだっていうことと、人気がない、なおかつかなり使ってるということを考えると、まあぼちぼちの結果なのかなという感じがします。そして最後にサダさんからは、天幕デザインサーカス TC デラックス、こちらの査定結果は1万5000円から2万円。さすがにね、人気のあるテントなので、かなり高値がついたんじゃないかなと思います。はい、ということで、いろんなものをですね、査定してみましたが、いかがだったでしょうか。
もう使わないものっていうのはですね、結構家の中で眠っちゃうことが多くて、それこそですね、1年2年ずっと閉まったままっていう方もね、結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ、使わないものをですね、お金に変えて新しいものを買うというのもですね、まあ一つの選択肢だと思いますので、気になった方はですね、2020年8月中であれば、かの力という名前を出していただければ査定額が 20% アップしますので、ぜひマウンテンシティさんのホームページを見てみてください。宅配での査定もやってますし、店での査定もやってるし、あと出張査定、それと、今回一押しのですね、 LINE 査定、LINE 査定もやってますので、査定自体はですね、かなり簡単に済ませることができるんじゃないかなと思います。ということで今回は、アウトドア用品専門買取店マウンテンシティさんのご紹介でした。それでは。